毎月恒例の徳島マルシェが開かれた8月31日、子どもたちが中心となって新町川護岸の修繕を行うマルシェで川武神が開催されました。これは知事が地域の人々との触れ合いを通して得た生の声を県の施策に役立てようという移動知事室の一環として行われたものです。マルシェで川武神には小学生15人と県や NPO 法人新町川を守る会などから合わせておよそ40人が参加しました。新町橋東公園で行われた任命式では飯泉知事から子どもたち一人一人に川武神子ども隊の隊員証が授与されました。子どもたちは遊覧船で作業現場に向かいます。剥がれ落ちた青石を一枚一枚きれいに洗ってモルタルで貼り付けていきます。子どもたちにとってはやることすべてが初めての貴重な経験です。武神というのはあまねく人々に乞うという禅宗に由来する言葉で、社会基盤を地域住民で作り維持していこうという意味があります。自分たちで自分たちの川を守っていこう、それが川武神です。楽しかった。楽しかった。何が楽しかったの？ごめん、セメントはめるところ石つける。小さい時にああいうのは体験してくれることは非常に有意義なんだろうと思います。やっぱり一遍やった子はね、また次も参加してくれますしね。この素晴らしい新町川の環境というものを次世代へ引き継いでいく、そのためには次世代を担っていた子どもさんたちとね、もうだいぶこう傷んできた青石のところをね、もう一度修復をし直す、手づからにということで、まあ次世代の子どもさんたちとともに、しかもマルシェの日にね、やらせていただきました。マルシェで川武神、次世代への川武神ということで、多くの皆さんの輪が広がったことと思います。新町川ふれあい橋では新町川の歴史を紹介するパネルも展示されました。美しかった時代から川が汚れた時代、そして再び美しさを取り戻すまでの新町川の変遷が紹介されました。徳島が誇る美しい川の風景、それは私たちの大切な宝物です。川武神のような取り組みを積み重ねてしっかりと守っていきたいですね。